はい、夏子の得する家電ダイアリー。前回に引き続きイヤホン秋葉原店さんに来ています。今回もカリスマ店員のベルさんに、今回はヘッドホンについて詳しくお伺いしていきたいと思います。皆さんぜひヘッドホン選びの参考にしてください。じゃあ、 あのヘッドホンがこうずらーっと並んでますけれども、はい、今シーズンのヘッドホンのトレンドとかってどんな感じですか？そうですね、やっぱりヘッドホンで今人気なのはワイヤレスヘッドホンになりますね。はい、ワイヤレスヘッドホンでしかもノイズキャンセリング機能がついてるものがヘッドホンでもかなり増えてるので、こちらは今人気ではありますね。まあ、イヤホン以上にこうヘッドホンって没入感がもともとあるじゃないですか、はい、それにノイキャン性能がついたらさらにこう没入できるからいいですよね。そうですね、はい、デザイン性能もやっぱり向上してきて、向上してます。なんか、女性の方向けの可愛いモデルもありますし、はい、男性向けのちょっとスタイリッシュなモデルも増えましたね。ノイキャン性能がついてるものだとやっぱりちょっと価格ってちょっと上がっちゃったりします。ちょっとお高くはなりますね、どうしても。まあ、だいたい安いモデルとかだと、1万円のものぐらいからあるんですけど、うん、よりなんかいろんな機能が搭載されたものになると、うん、高くてまあ4万円台のものとかにはなってしまいますね。まあ、1万円から4万円ぐらいのものが、うん、まあ、多い。そうですね、うん、じゃあじっくり見ていきましょう。はい、一つおすすめしたいヘッドホンがあるんですけど、はい、ちょっと面白いものがありまして、はい、こちら楽しい会社っていうメーカーさんのヘッドホンになるんですけど、はい、ちょっと音流してみてもいいですか？はいはい、1万円以下なのにめちゃくちゃ綺麗に聞こえます、はい、聞こえますね、で、これは普通のヘッドホンとしてももちろんお使いいただけるんですけど、はい、実は本体部分を反対側にするとスピーカーになるんですよ。そうなんですよ。この子が1万円以下なので、はい、結構もうヘッドホンとスピーカーどっちにしようって方にもどっちもできるよっていう、うん、部屋の中でかける位置決めとけば、うん、ヘッドホンとして使うときさって取って、うん、スピーカーとして使うときにそこを定位置にして、はい、こうスピーカーにできる、はい、めちゃくちゃ便利。めちゃくちゃ便利すごい。では、E イヤホンの全国にいるスタッフさんがおすすめのヘッドホンのランキングを作っているそうなので、はい、詳しくお話ししていただきたいと思います。はい、じゃじゃーん。こちらのノイズキャンセリング搭載の、はい、あとワイヤレスヘッドホンのランキングになりますね。1位から5位まで、はい、これは売上順ではなく、はい、うちのスタッフが、うん、実際に聞いて、はい、これがいいなっていう厳選したランキングになりますね。まずこの5位から詳しくお話をお伺いできますか？はいはい、5位が、BOSE さんのノイズキャンセリングヘッドホン700というモデルになるんですけど、はい、今までのノイズキャンセリングよりも、はい、よりあの低域の音を消してくれるので、うんうん、あの飛行機とかでのノイズがかなり低減されますね。なるほど。で、一応ノイズキャンセリングのレベルが11段階、うん、あのアプリでいじれることができるので、はい、かなりお好みのレベルに合わせていただけますね。あ、うんうん、パッドがふわっとしてて、そうですね、着心地もめちゃくちゃいいです。結構軽めですよね。軽いです。ワイヤレスヘッドホンの中でも特に軽い機種になってますね。なんかつけてると肩凝っちゃうのが気になるとかっていう人はこれすごくいいかもしれないです。次がその4位、はい、はい、ドイツのベルリン発祥のベイヤーダイナミックっていうメーカーさんなんですけど、はい、これはちなみに再生時間とかって、再生時間のことは45時間最大で使っていただけます。どういうことですか？パワフルかつ、まあ、ハイエンドを作っていたメーカーならではの高音質が魅力。はい、なんかこれ光ってるんですよ。そう、中が光るんですよ。かっこいいですよね。中が見えないとこまでおしゃれ。そう、おしゃれだな。あー、これはあのさっきと打って変わって結構かっちりした密着感があるので、ズレが気になるみたいな人にすごくおすすめだと思います。パッドと自分の耳の間に無駄なスペースが一切なくなるので、なんかノイズがよりシャットダウンできそうな感じがします。じゃあ3位、アメリカ発祥スカルキャンディのクラッシャー ANC になってますね。
はこれ私もプライベートでめちゃくちゃ使ってるんですよね。黒とマスタードっぽい茶色も見た目がめちゃくちゃ可愛い。ファッションかそのノイズキャンセリングっていうところももちろん魅力的なんですけど、はい、ご体感されてる通り震えるんですよ。このスライダーで震えのレベル調整が、例えば恐竜が出てくるし、そうですよね、音を聞くだけじゃなくて体感するのが好きな人にはめちゃくちゃいい気がします。柔らかいフィット感ですね。そこすごくって、あの昔あったあの健康診断の時みたいな感じで、こういろんな音がこう聞こえてくるんですよね。で今聞こえる、よく聞こえる、ちょっと聞こえない、聞こえづらいみたいな、自分で選んでいくと、この本体自身がそれを学んで、そのユーザーに最適な音が聞こえるようにカスタムしてくれるんですよ。では続いて2位の王道のソニー、はい、うちでもやっぱり一番売れてるモデルになってて、はい、本当にノイズキャンセリングの王道といっても過言ではないですね。なるほどなるほど。ここがそんなに人気の秘訣なんですかね。やっぱりその、うん、ノイズキャンセリング性能はもちろんいいんですけど、外の音を取り込むレベルも選べますし、音質のカスタマイズも行えますし、DSEHX っていうその高音質に寄りしてくれるっていう機能も搭載されているので、3万円ちょっと超える価格帯の割に、今こういろんな機能が詰まってる、そうですね、ところがポイントなんですね。個人的にはやっぱりこうデザインがカビすぎずシンプルすぎないとこがいいですよね。あともうこことかもすごいもちもちなのが人気なところではありますね。やばいやばい、めっちゃふわふわ。そうです、なんか食パンみたい。すごいこういうちょっとドレッシーな格好にも、ちょっとアクセサリーっぽい感じで、そうですね、映えますね。じゃあ最後に待望の1位、ゼンハイザーっていうメーカーのモメンタムワイヤレスっていうヘッドホンになるんですけど、何ですか？モメンタムワイヤレス。モメンタムワイヤレス、はい、私もモメンタムワイヤレスが一番おすすめなんですよ。へえ、ベルさん的にも一押し、はい、っていうのが、このモメンタムワイヤレスだと、あのアプリで速圧防止モードっていうのが選べまして、なので少し優しいノイズキャンセリングの圧を流してくれるんですよ。なのでノイズキャンセリングが少し苦手だなっていう方にもおすすめしたいヘッドホンにはなりますね。しかもなんかここバンドの部分に溝があって、他のところメーカーにはないところなので、うん、固定するためにですか？そうですね、ここもちょっともっちりしているものにはなるので、フィット感を上げてくれているポイントにはなりますね。お、カチューシャみたいな。調節しやすいですよね。しやすいですね、スーってできるので、なんかクラシカル、密着感も程よい感じで軽いですね、やっぱり。じゃあ視聴スペースで実際に聞いてみたいと思います。はい、ここなんか一日中いて聞いていく人もいるみたいな。そうですね、今日悩まれる方もいらっしゃいますね。4位のベイヤーダイナミック聞いてみたいと思います。始まった。おー、音の一粒一粒がすごい際立ってる感じがします。ベチャーって炊けたお米じゃなくて、すごい一粒一粒がピカって際立ってるお米って感じ、はい、では続いて3位の愛用されてる、スカルキャンディのクラッシャー AMC、すごい感じます、音を聞こえるっていうよりも感じる。なるほどね。やっぱりこれはあれですね、低音、とまあ中音域がめちゃくちゃ綺麗に聞こえますね。ではいよいよ1位のゼンハイザー聞いてみたいと思います。来た。音のバランスが全部いいですね。今は普通のノイズキャンセリング機能で聞いたんですけど、さっきベルさんが一押ししてくれた速圧防止モードで今度聞いてみたいと思います。これが、これが風邪防止で、全然違いますね。優しいですよね。優しいです。なんかその音楽聴いてると耳が疲れやすいなって人にめちゃくちゃおすすめです。じゃあヘッドホンいろいろ見てきましたけれども、
もう装着感が圧倒的に増してきているのと、うん、まあ、デザイン性が非常に高くなってきているものが多くてびっくりしました。あと変わり種もあったりとか、そうなんですよ、はい、めちゃくちゃ奥深いですね、うん。まあ、やっぱりワイヤレスヘッドホンの中でも先ほどご紹介したノイズキャンセリング搭載ものが一番人気にはなってるんですけど、はい、お求めやすい価格でああいう面白いものも楽しんでいただけますし、うん、もっとあの有線で、端末につないでいただいて、うん、より高音質に楽しんでいただくものもあるので、うん、幅広くヘッドホンをお楽しみいただけますね。やっぱり今からの季節だと冬とかだと寒いので、うん、耳当て代わりにもいいかなって思います。いいですね、はい、イヤホンもイヤホンでこう快適だったりとか、うん、気軽に使える良さがありますけど、はい、ヘッドホンもヘッドホンで没入感って意味ではすごく感じられるので、うん、はい、ぜひ試してみてほしいなと思います、はい。